よかった。
やるじゃないか。いいね。よし。それじゃあまた。お、来ないかもって思ってた。改心させたい相手って誰なの？あるマフィアのボス。マフィア？何言い出してんだ？図に乗ってそう名乗ってるそうよ。
フィッシング詐欺の元締めらしいの。最悪なのは、奴らに目をつけられたら徹底的に詐欺の片棒を担がされて、家族まで脅迫して破滅するまで追い込む。マジかよ。うちの生徒にも被害者がいるらしいの。嘘。彼らは子供を中心に狙ってる。そのボスの名前は？わからない。彼らに脅されて誰も証言しないから、警察ですら実情を把握できないそうよ。そこから調べろってこと？正義を語る怪盗団ならそれくらいやってみなさいよ。それとも明智君の言う通り、正義なんて存在しないのかしら。なんかチクッと言い返せねえのか。真面目か。彼らは渋谷を中心に活動している。それだけが頼りの情報。期限は2週間、過ぎれば全ての証拠を警察と学校に提出する。私の期待裏切らないでね。完全に向こうのペースだったな。何が期待だ。ユウスケに連絡だ。囚人学園の誠が怪盗団騒ぎに首を突っ込んでいたっていうの？そんなこと、あの誠が揺さぶるために妹の名前を出すなんて、やっぱり大した悪党ね。いいわ、嘘を言っているかは全部聞いてから判断させてもらう。ああもうムカつく。しかしマフィアとは。大丈夫かな。やるにしても相手の情報が少なすぎる。犯罪に手を染めてる輩どものボスだ。パレス持ちでもおかしくはないが。けどいいチャンスなんじゃないか。どこが超大ピンチでしょう。善人面した悪人を懲らしめても世間は俺たちを認めなかった。しかし劣気とした犯罪者を、それも警察が手を焼く大物を懲らしめれば。そっか、みんな信じてくれるかも。なるほど、あの明智にも
俺たちが正義の怪盗団だって認めさせられるわけか。どうするよリーダー。おや、いつもみたいにやれりゃできる。期限は2週間だったな。あまりのんびりもできないだろ。俺はうちの学校に被害者がいないか聞き込みしてこよう。私も渋谷に出入りしてる子にその辺聞いてみる。じゃあ俺ネット片っ端から見るわ。お前とモルガナは学校の聞き込み頼む。鴨志田の時でちょっとコツ掴んでんじゃね。我が輩もフォローしてやる。よし、じゃあ情報持ち寄って週末の金曜あたりに集まろうぜ。また連絡入れるからよ。明日から学校で聞き込みだな。何？どうせすぐに見つかるって。ちょっといいか。いや、さゆりを見たくなってな。帰るなら俺も一緒に行く。店に馴染んでるな。ここに預けてよかった。さゆり。ひょっとしたら俺はもうダメかもしれん。実は相談があってな。最近筆が止まってしまうんだ。これまでもモチーフや技法で悩むことはあったが、だが今回は違う。もがけばもがくほど底なし沼に沈むような、完全にスランプというやつに陥っている。俺が美術を学んでいられるのは、だが奨学金もボランティアじゃない。コンクールでも何でも実績を出さなくては。奨学金が断たれれば寮も出ていかねばならんだろう。今まで書きたいものだけ書いていればいいと思っていた。どこかにある純粋な美、それを追い求めることが絵を、あのさゆりのような純粋な美に近づきたい、それだけだった。なのに今の俺は生活のため、評価のため、キャンバスに向かっても湧くのは雑念ばかり。苦心してできた絵も俺の目には美とほど遠い。もはやこんな俺に筆を取り続ける資格があるのか。すまない、一人で先走ってしまって。ただ昔から物事ははっきりさせたい性分なんだ。だから今の不甲斐ない自分に腹が立ってな。だが今筆を折ることこそ最も中途半端だ。俺は自分が納得できる絵を描きたい。見ろあのさゆりを。見る者に訴えかける眼差し、輝かしいばかりの姿、あれこそ純粋な美だ。さゆりの美はいくら模写をしても俺のキャンバスに現れてない。なぜだ。描き手が違うからだ、魂が違うからだ。魂とは何だ。それは心だ。心とは何だ。なぜ美を生み出すんだ。俺は心を理解したい。だがどうしたらいいのか。協力してくれないだろうか。君は俺の世界にはいなかった類の人間だ。その君なら
俺に何かをもたらすかもしれない。そうか、美術の先生は今も俺の絵を評価している。上辺の出来は変わらないからな。だがこの迷い、いつまでごまかせるものか。心の濁りはいずれキャンバスにもにじむ。そろそろ門限だ、失礼する。またな。雨ね。Of calm, nothing left to be found. A mirror right in front of me, that's where I found an empty glass reflecting the sad truth. It's telling words not to be told. I need the mask. I'm a shapeshifter. Nah. At post masquerade.Heart in both face and mind, all free for you to draw. Nanda. I'm a shapeshifter, chained down to my core. Please don't take off my mask. いいか? My place to頼んだぞ。へえ。さてと。
あな。新島君、どうなってるんだ。マフィアを名乗る輩の被害が生徒に及んでいるというじゃないか。はあ、あんな突拍子もない話冗談だと思っていたんだよ。ただの被害者ならまだしも、犯罪に関わっているという噂まで。保護者から問い合わせも来ている。一体なぜこんなことに。そう言われましても、我が子を始まって以来の失態だ。公になっては経営にも影響が。これは生徒会の監督責任だよ。解決を頼んだはずだが。一応手は尽くしています。信じていいんだね。早急に何とかしてくれ、頼む。君だけが頼りなんだよ。期待を裏切らないでくれ。言えば生徒の間でも君への不満が募っているそうじゃないか。このままでは私も君も学校に居場所がなくなるぞ。分かってます。もう少しだけ時間をください。最近の若いやつは。これだ。その通りだ。
よし。でね、どうしてもおいしいバイトを教えて。飯田君知ってバイトなら他にあんだろ。え、だからやばくない。フランソワは？は？うちの猫車で事故って、それと不治の病。嘘くせえというより我が輩が元ネタじゃないよな。フランソワが死んだら、来た私も死ぬ多分。やめてくれよ。それが嫌なら美味しいバイトのことを教えて。知ってんでしょ、噂になってるんだからね。噂？もしかして西山が。西山？いや。ねえ、西山って何？それは勢いで押し切ったぜ。あれ演技じゃないよな。ここはアンドノに任せて、西山ってやつにも話を聞きに行こう。ちょっといい？何か探ってるんだろ。俺も協力するから何でも聞いてくれ。西山？飯田とよく一緒だけど。そうか、飯田のこと聞くつもりなのか。それで高巻さんが飯田に。でもごめん、今どこにいるかまでは。よく遅くまで残ってたから、まだ学校にいるとは思うけど。探しに行くんだったらその間俺もいろいろ調べとく。まあ好きにやらせてみるか。西山の居所は他で聞くしかないな。学校のことに詳しそうなやついないか。もしかして。西山は君ってあの転校生だよね。僕に何か用？バイト？もしかしてあの時の？僕は知らないよ。断ったし、あれは飯田が。まさか君が何かしてるのか。あいつ最近変だったし。どういうこと？やっぱりヤバいことなのか？放課後渋谷に行ったらセントラル街で男に誘われたんだ。おいしいバイトがあるけどやらないかって。
僕は断ったんだけど、飯田は乗り気でさ、いろいろ話を聞いたらしい。え、怖くて先に帰ったから。そこまでは飯田が言うには10分で終わる、目立たないやつに向いてるとか。急に金遣いが荒くなって、その後様子がおかしくなった。知ってるのはそれだけ。もういいだろ。セントラル街の男か。やはり怪しいな。そいつに犯罪の片棒でも担がされたか。つまりそのバイトの内容は、何か犯罪に10分で終わる、目立たないやつが向いてる、小さな封筒を運ぶってとこか。心当たりあるか。マフィアのやってそうな犯罪だろう。薬物ってやばい薬か。それの運びや薬なら封筒に入るし、持ってるだけでアウトだな。本当に薬の運び屋かよ。こりゃ穏やかじゃねえな。アンドノのところへ戻るぞ。飯田に直接聞いてやれ。バイトのまだフランスはやってんのか。なんだよお前まで。なんだって西山が。何の野郎。くそくそ、そこまで言うなら来いよ。ここじゃ話す気にならない。もっと人がいないとこ行くぞ。お前まで何なんだよ。みんなのいる前でバイトやってるけど別に普通じゃね。お前何が言いたいわけ。なんでその話あの人にしかしてないのに、よりによってお前に知られるなんて。そうだよ、美味しいバイトなんて言われて薬の運び屋なんかやっちまった。渡された封筒をコインロッカーに入れるだけ、それだけでうん万円やるって言われたから。中身のことなんて知らなかったんだよ。なのにこんなことに。そこまで知ってたんだ。金口座に振り込まれた後すぐに脅しが始まったよ。運ぶところを取られてたんだ。金を払わなきゃ全部バラすって。というより僕にこんなこと聞いて何のつもり。バイトのことをネタにして僕にたかろうとか。そうなんだ。まあたかられたところで渡す金なんてないけどね。バイトのこと興味あるならセントラル街に行ってみなよ。
僕も昼間そこで声かけられたんだ。聞きたいこと全部話しただろ。もういいよな、それじゃ。Searching all along, come facing twilight on and on, without a clue, without a sign, without grasping at the real question to be asked: where have I been? I'm a sharpshooter, at most masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter, what else should I be? Please don't take off my mask, revealing dark. Of calm, nothing left to be found. A mirror right in front of me. Oh, that's where I found an empty glass, reflecting that's a truth. It's telling words not to be told. I need the mask. I'm a sharpshooter. Masquerade,
heart in both face and mind, all free for you to draw. I'm a shapeshifter, chained down to my core. Please don't take off my mask, my place to よ。ありがとうございます。さあ、それでは。いいか、あっちゃあまりわかんねえな。よし。やっぱり昼間は高校生とか多いね。しかし、これだけ人が多いと少々骨が折れる。だよな、今日で尻尾掴んでやる。昨日の打ち合わせ通り、君は…そんじゃ始めるか。よし、予定通り行くぞ。マフィアと顔合わせかもしれん。こんにちは。
ねえ、ブランド品とか興味ある？すぐそこで商談会やってんだけど。ちょっと仕入れすぎちゃって商品残っちゃってさ、このまま引き上げると上から怒られちゃうわけよ。特別に安くしとくからさ。どうする？値段次第じゃね。お、そこの君もどう？そっか、残念。ほんとすぐそこだからさ。何かのセールスらしいな。自主的に動いてるな。それでこそ怪盗一味だ。我が輩たちも負けてられんぞ。Thank you.
よ。よし、我が輩たちもどれが当たりかわからんが、怪しいと思うところに行ってみろ。やれやれ。ボス探しの件、もうそこのお二人さん、暇なの？すげえ楽なやつ。探す手間が省けた。高校生だよね。お小遣いだけじゃ足りないでしょ。運送って怖いもののとかですか？答えられないんですか？やっぱり怖いもの。あ？つか何なの？質問ばっかじゃねえ。あなた。冗談だよ。ガキ相手にマジになるかい？つか付き合ってらんね。あの、お手数でしたら私から直接責任者の方に伺いましょうか。うちのボス誰だか知ってて言ってる？ってなわけねえか。なんか君ら、あれ多分私たちがまだ確証はないから
もう少し情報を集めてからの方がいいと思う。鎌かけてみたけど、肝心なとこはぐらかされたしね。さっきはありがとう。かばってくれたよね。私行くね。噂のボスはなかなか手強そうだな。部下の教育もしっかりしてやがる。警察には尻尾をつかむにしても、お前度胸があるんだな。まあでも収穫はなしだったな。今日はもう切り上げようぜ。知らない番号。もしもし、新島です。さっきはどうも。調べたの。事後報告になったけど、黙ってるの良くないと思ったから。それだけ。それじゃあ。電話女からだな。そうだ、昼過ぎにお前宛に電話来てな。生徒会長って女の子、貴重品預かってくれてるんだと。囚人やお前のことをよく知ってたし、困ってる感じだったからね。ここの住所調べて、あの新島やること徹底して。けどそうかと思えば、お前に詫びの電話入れ。我が輩たちへの当たりは強いけど。さて、
ったく。さてと、また会ったね。それにしてもすっきりしない天気だね。すっきりしないといえば例の怪盗騒ぎ、その後の動きがないんだ。
予告状を使ってまで目立とうとする奴らなら、まだらめの件で終わりとは思えないよ。次に奴らが狙うとしたら、どんな相手だろう。怪盗団は悪人しか狙わないか。たとえそうだとしても、悪人なんて山ほどいる。うん。あ、ごめん。テレビであんなことを言ったから、怪盗団の動きから目が。学校で何か噂を聞くことがあれば。マジかよ、全員収穫なし。下手すぎる。何も進む気がしねえ。なあ、会長さんに変えてもらわね。変えてって。俺らの正義を見せりゃ満足なんだろ。相手選ばなきゃ悪い大人なんていくらでも嫌がんだし。生徒のためとか言って、結局自分の内心のためなんだろ、どうせ。でもさ、そのマフィア、子供からお金巻き上げてんだよ。絶対許しちゃダメでしょ。会長とかもう関係なくない？アンの言う通りだな。弱い者に勇気を与える俺たちの狙いに、うってつけの標的だと思わないか。まるでセンスを感じない。歌ってねえとこんなうるせえんだな。そりゃあさ、なんとかできたら明智も黙るとは思うぜ。だからやるべきだ。やっぱり情報じゃねえのかな。情報の探り方からテコ入れしないと、これ以上進めようがねえぜ。誰なら情報を持ってる可能性があるだろうな。そうだよ、あの新聞記者は？まだらめの家を張ってた女。おお、いたな。すっかり忘れてたぜ。お前、名刺もらってたよな。結構大手じゃないか。けど、信用できんの？他に手がないからな。はい、早速連絡。あ、はい。時間過ぎてるって。延長する？サービスタイム終わりだろ、出ようぜ。もったいない。とにかくあの記者からのメール待ちだな。レス来たら即連絡くれよ。
The real question to be asked, where have I been? I'm a shapeshifter. Nana. Just a cage of bones. There's nothing inside. Will it all be burning the hollow walls? Is there a way for me to break? Dojimari danondazo. まこと、ねえ、
新島先輩、僕を助けてくれないんですか？秘密は守るって言うから相談したのに、噂が広まってるし。まさか先輩が漏らしたんじゃ。落ち着いて。あなたが被害を受けてるのね。例の不良にも知られちゃって、また脅されるかも。どうして僕ばっかり。もうお金なんて払えないよ。もう少しだけ待って、手がかりも掴んだから。本当なんですか？ただの点数稼ぎだとかみんな噂してますよ。そんなことない。私だって生徒を守りたいと思って。だったら早く。会長だけが頼りなんです。お願いします。さてと。出してやろう。出獄させるつもりか？
なかなかの成長をしたようだが、出獄させるのか？選ぶがいい囚人。どの甲にするんだ？甲を炊くか？終わりですか？なんだ？の時間だ。さあ、ケイをたどるべき道は。貴様では扱いきれまい。強力な力を持っているな。集めるのです。過度な力は破滅を招きますよ。やめるのか？ジュスティーヌ、登録を行うのですね。登録するのですか？あなたの奇跡です。これですか？このペルソナですね。このペルソナですね。このペルソナですね。
終わりですか？なんだ。時間です、囚人。ゆっくりしていきな。と言っても、いらっしゃい。へえ。
お？ゆっくりどうぞ。やれやれ。いらっしゃいませ。どうする？いらっしゃいませ。どうする？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。世話してやろう。選ぶがいい囚人。香をたくか。どの香にするんだ。この香で収監するぞ。さあこっちへ来い。香を焚き直すのか。もう終わりか。なんだ。時間です、囚人。Thank you.
ちょっといいか。どうした？行くぞ。
少し熱中お前がいてよかった。まるでテオだな。俺が言ってるのはゴッホの弟。ゴッホは生前評価されなかった悲劇の画家だが、まあ俺みたいなのに。ところで私のものを見るといいか。バカな。よし、なんだと。うん、会心の敵だ。どうだ、なかなかだろう。俺の絵が、ほっ。あ、なあ、これか。スランプを克服できればさっきみたいに。そうだな、回答らしく取引こちら。君の所持品からカードが複数発見された。カードの使い道は見当つかないけど、画材に長けた者が君の近くに。そいつに何をさせてたの？我は何時、ちぎりはすなわち我皇帝のペルソナの生誕に祝福の。期待は済んだし、今日はもう十分だ。完成したらまた。恩に切る。ニューカマー、これあの新聞記者からなんだよな。どうやらニューカマーって新宿にあるバーみたいだぜ。新宿で待ち合わせか。
そうだな、新宿。まあ、一言で言うと大人の歓楽街ってとこだな。みんなに連絡回せ。待て、まさか無意味に目立つのもなんだからな。今度はお前が制服かよ。ああ、仕方ねえだろ。つか制服だってバレねえよ。そうか、何も考えてないだろう。心配すんなって、きっちり案内してやるよ。え、こっから新宿な。ビル出てすぐ右の改札な。さっさと行こうぜ。本当に大丈夫かよ。あれ、違うんじゃねえか。何なのよ。おい、別に興味ねえわ。何なのよ。おい、よし。なあ、んだよそれ。いやいや、はあ。おい、ちょっと、こんな時間に何してるの、学生？ああ、そうそう、音。なんだ君、知り、そのズボンの柄、テレビのニュースか何かで、あの高校。やべ。君たち高校生だね。ああ、もううまくか。いつになったら、
今のはしょうがねえだろ。有名。あの金髪の方に女難の相が出てます。とにかく恐ろしい災難が迫ってます。よく見せてください。はあ、そうです、占った方がいいです。絶対当たりますから。またかよ、悪いな、急いでんだ俺。そうですか。でも、もしやっぱり気になるのでしては、くれぐれもお気をつけて。完全にビール、ウイスキー、ワイン。やっぱ制服じゃやべえか。マジかよ。じゃあね、そこらで。いらっしゃい。坊や、いくつ。奈良ちゃん、ごめん。あんた、こんな子供引っ掛けてん。奈良ちゃん、奥の席借りるね。ほら、奥の席に行った行った。うえ、酒くせ。驚いた。その勇気に免じて話聞いてあげる。何を知りたいわけ？なんでそんなこと知りたいわけ？まあ心当たりはあるよ。教えてあげてもいいんだけど。心の回答って知ってる？最近ちょっとした話題になってるけ。はい、人化事件を追ってたけど、何も情報つかめないし。ちょうど新しいネタ探してるとこなんだよ。ってことで、なんか情報持ってない？まあそんなとこ。君、囚人でしょ。前に会った時制服着てたもんね。心の回答って鴨志田事件が発端なわけじゃない？囚人の生徒なら内部事情とか。鴨志田の体罰被害がひどかった子を独占取材したいの。お互い成功法だとちょっと都合悪いみたいだし。いい子いたら紹介してくんないかな。被害に遭っていこ。三島ってやつとかは？あいつ。じゃあ取引成立だ。我が輩の起点のおかげだぞ。感謝しろよ。考えてみたら、廃人化事件の回答だもん。この二つ関係してんのかな。ごめん、独り言。あ、じゃあ前払いってわけじゃないけど、金城純也。多分君が探しているのって金城だと思う。よし、気になるなら探ってみれば。後のことは私いらない。ララちゃん、グラス一つ。この子の分、新しい出会いの祝杯すっから。長居してると面倒くさそうだな。よし。道を戻りゃいいのか。
おい、マジか。おい、よっしゃ。待てよ。すげえな。帰るとするか。これで金城のパレスに入ることが意外に楽勝。死体が起き上がってくるなんて。あんたは人間か？噛まれたり引っかかれたりしてないか？マジかよ。何の話？何でもねえよ。始めろ、ユウスケ。ナビに金城の名前を入力したが、となりゃあとは場所のキーワードが2つ。でも被害がこの辺中心って以外手がかりはない。思いつくキーワードいろいろ言って。無理だろそれ。文句言わないの。パレスの方が分かれば連想で割り出せる可能性もなくはない。牛耳ってる。候補が見つかりません。お金好きでしょ。札束風呂とかやる人いるって前にネットで見た。候補
ダメだ。どうだ。なるほど。候補が見つかりました。よし、奴はこの町のどこかを自分の銀行だと思っている。もっと現実離れしたものかと思ったけど、金城なら一体どこを銀行って考える？金が集まる場所ってイメージなら、自分のアジトとかじゃねえの？なら、それじゃ歪んでないことになっちまうぜ。ぐっさ。なんというか、発想が普通すぎないか。バレスが放つあの狂気のパッション。いや、犯罪で金を巻き上げてる奴が考える銀行だぞ。でも他に銀行のイメージって言ったら、あ、お金を引き出せる場所とか。あ、もしかして被害者か。金は被害者の財布から引き出してんだろ。銀行は被害者のいる場所ってこ。あ、えぐいそれ。おい、勘弁しろよ。金城の被害者とか。ヒットしました。待て、ヒットしたぞ。え？金城が銀行と思っている渋谷全体だ。は？町全部ってこと？なるほど、確かに被害者。っていうかさ、こんな人混みから入って大丈夫なの？ゴミ箱の中のゴミがなくなっても誰も気づかねえって。なら行くぞ。ナビゲーションを開始します。何あれ。歩く ATM。 認知上の人間なんだろうな。これが金城の思う銀行。まさか町ごととはな。見ろよこの町並み、歪みが町の全体に及んでる。全体？ああ、お城や美術館の時は外の町並みは普通だったもんね。渋谷が丸ごと金づる、そういうことか。マフィアのボス張ってるだけあんな。金城の位置を特定して早くお宝を盗むことに専念した方がいい。
町全部取って。よし、行こうぜ。もしや、そんな。ジョーカー、ジョーカー、ちょっと待って。おい、どういう意味だ。あのさ、
な、あれか。空中とは道理で見つからんわけだ。金城は足がつかないかな。でどうやって行くわけ。モナってヘリとかになれんの。我が輩使えねえ。うるせえ。我が輩は猫型ロボットじゃねえ。っていうか猫じゃねえ。今日はこの後なんか大変。明日もう一回考えよう。一旦引くぞ。あの酒臭い女か。黒いつながり。正義の証明も。これ明日みんなに。よし。どうした？お？こいつがゾンビかどうかなんて関係ない。知らないやつは敵だ。そうだろ？よし。さてと。最近考えるの。例の怪盗団のこと。もしお父さんが生きてたら。ごめん、食事中に。いいよ。応援したかなって、それだけ。そんなこと考える余力があるのはあなたが甘えてるからよ。そんなことは。ただ生きてれば家も服も食事にもありつける。私にはくだらないことを考える時間はなかったわ。お父さんが喜ぶ。ご立派な正義感掲げて死んでいって子供に負担かける父親のことなんて知らないわよ。違うよ、私は。いい加減自覚したら。
今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。ごめん、言い過ぎた。明日からは外で食べるわ。そういえば、答えてください。できた。これだ。正解です。何も浮かばねえな。今回ばかりはパレスが空中とかずるいよな。せめてん？何？別に見かけたから。本当か？ずいぶん手こずってるみたいじゃない？様子を見に来たってわけ。いくら生徒会長でもこっちの仕事の役には立た、役に立たない。今のあなたは役立たず。私の人生。実際そうだろう。高みの見物してればいいのよ。それともお得意の通金城ってやつに接触できればいいのね。さっきあなたたちが金城の居場所が分かればいいんでしょ。バカ正直に答え。意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。今のは私なんか言ったか。いいわ、金城に合わ。一体目がマジだったぞ。金城に心当たりがあると。いや、それなんか思う。もう居すぎだぜ。ダメだ。もしもし、いいからこのまま聞いてて。何？あなたたち金城って知ってる？はあ。バッ。セントラル街に来れば金。セントラル街？早まりすぎだ。何した？囚人学園のせい、警察にチクられたくなかったら私に会えって伝えなさいよ。殺されてえの？会ってくれるってさ。本当に金城のところに乗れっつってんだよ。
おい、前に絡んできた奴らだ。やっぱり金城とつながってや。電話は？金城さんに連絡しろ。どこに行くの？金城さんの客じゃ手出せねえな。どこに行くのって聞。追いかけよ。リュウジ、タッ。ナンバーもバッチリだ。伊達にクロッキー。たくさん止まれっつってんだろ。リュウジ、囚人の生徒会長ってマジかよ。俺に噛みついたからには分かってるよね。で、この番号誰？彼氏？何これ。なんだお前ら。虹子さん、何しやがった。ああ、そういうこと。つけられたな。次。前見たバッグ、ワニの。あれ、いくら？300くらい？うわ、そいつらには。今すっげーイラついてんの分かる？ガキが犬みてえに嗅ぎ回った上に勝手に上がり込みやがって。隙間見える？イラついたせいで300万円分も空いちまった。埋めねえと余計イラつく。おじゃ、よろしく。意味がわからんな。なんだよ、未成年がクラブで乱チキ騒ぎ。これ、学校に送っ。それは。あ、やっべ、酒とタバコ映ってる。あ、お前らみたいなアホは俺の餌なの、わかる？いいか、警察にチクってみろ。お前らの家族から潰してやる。いつも通り一月と言ってやりたいところだが、ま、大勢いるしな。3週間だ。それまでにきっちり300万持ってこい。もうすぐ夏のボーナスだろ。ママとパパにお願いすりゃすぐだよ。帰れ、これからお楽しみなんだ。はあ、ざっ。構うな、今は誠の安全が第一だ。ごめんなさい、こんなことに巻き込んで。まったくだぜ。私がバカだった。悪いが全く同感だな。想像できそうなものだろ。ちょっとユウスケ、ただに立たなきゃって一人で焦って。ああ、もういいだろ。お姉ちゃんにも迷惑かけちゃう。お姉ちゃん。私の姉は立派な仕事についてて、私なんか3年前父を亡くしたせいでいろいろあって、私は子供だから負担しかかけてなくて。それで無茶したと。どうにか誰かの役。でもよ、よく知らねえけど子供だから役立たずってのはちょっと違くね。事実だから。特に
あなたには本当に悪いことしたと思ってる。鴨志田のことは今思えば学校ぐるみで隠蔽されてたんだと思う。私心のどこかで気がつ…ううん、しなかったのよ。その気になれば何かできたはずなのに。私みたいな人間こそ本当のクズっていうの。本当のクズは何もできなかったのは私も同じ。あなたが前に言った通り。それに悪いのは鴨志田に。高牧さん、君も居場所はなかった。私二度と誰かを同じ目に遭わせない。さてこれからどうする？お金は私が何とかするから。金城の件はここまでにしましょう。そりゃ無理だ。俺らだって狙わ。これ以上一人で暴走されて。あの銀行さえ何とかなりゃな。龍二、銀行？あ、そうか、銀行か。役立たずどころじゃねえ。彼女大手柄かもしれねえ。お前ら聞いてくれ。大手柄？猫？あ、我が輩たちは金城の標的になった。金城。そうか、今まで入れなかったのは銀行から客だとみなされていなかったから。特に彼女は乗客なんじゃないか。連れて行こう。あれだけ無茶して体を張ったんだ。ついてきてくれるな。ついていくって、え、どこへ？どこだ？そう、フォックスだ。静かにしろって。化け猫ガーン。モルガナだよ、彼のカバンに入ってた猫。その声、高牧さん。ここ、金城の、まあ心の世界かな。あ、金城の歪んだ欲望が具現化したもう一つの現実だ。もう一つの現…浮いてる！これが現実なの？なんてこと…ごめんなさい。でも実際にあるんだから疑いようがないわよね。心が見せる現実、社会認知心理学上の作詞の応用みたいなもの。私らの方が分かんないわ、それ。そうか、心を盗む、認知を書き換えるってことなのかな。理屈だけはなんとなく。お前より、お、同じくらい。じゃあこの世界のどこかに。かもな。とにかくお宝を取れば金城を改心させて、うまくいけばだけど。金城みてえな悪あげりゃ、俺たちの正義も揺るぎないものになる。そうすれば困ってる人とか弱い立場の人、勇気づけられるかな。弱い立場の人。お父さんと同じこと言うんだ。お父さん？ううん、なんでもない。あの銀行に行きたいのよね。なら私があの銀行の顧客になったんなら。マジ？向こうから来…計算どう？時間外の銀行ってカ
ードをかざして入るでしょ。ああいう客としてのアイデンティティがあればいけるかなって思って。私金城の金づるだし。なるほどな。それにしても大きいね。銀行なんてめったに来ねえから。この格好で銀行とかもろだよね。ザ確かに。ここから先はシャドウが多そうだ。敵が襲ってくるの。なるほど、合気道なら覚えがある。護身なら心配しないで。シャドウ相手に護身もないが、ま、ないより正面から行くしかないんでしょ。乗客なんだし、ど役に立たせてもらうから。さあ、行きましょう。ご用件で。やっぱ来い。待て待て。彼女は金城。頭取に話があるの。失礼ですが、あ、話があるの。お通しして差し上げろ。今の頭取って何？銀行のトップだ。不法侵入、その他迷惑行為、締めて300万円の賠償金の件ですよね。300万も集めるのはさぞ大変でしょう。融資しますよ。チャラにしてくれんの？融資ですよ。利率は1日1割。1日に1割の利子ってことは、30万よ。ご安心を。そんなあなた方に現実的な返済プランをご用意しております。最初からそういうつもりだったんでしょ。さすがの洞察力ですね、新島さん。美人検事、新島紗恵さんの妹さん。なんでそれは。我々の情報網をなめないでいただきたい。いや、良い商品が転がり込んできたものだ。ふざけない。若い女は便利ですね。力がなくて頭が悪い。強い者に食われるためにあるようだ。それが融資依頼の掟なのかもしれませんね。下道め。金城、ま、我はここは最高峰のセキュリティを施した。
どいつも金さえ渡せば何でもいい。やれ。金城様の命。弱点は見当たらないな。来い。見当たらないな。やっちゃう。我が決意の証を見よ。くらえ。あれ。ペルソナ。くらえなよ。彼はもう一人の俺だ。気をつけるんだ。くらえ。ピルソナ。はっ。ありがとね。ありがたい。ペルソナ。これで。助かった。行くぞ。覚悟の時間だ。おお、さすがお怪盗の動きだな。やってやる。別の手があるはず。なんだこいつら、キリがねえ。このままじゃまなんで警備員が怪物に？もしかしてそれがペルソナ？この状況で聞くか。一旦引いた方がいい。マコト、急げジョーカー。キリナ、みんな。ずいぶん辛そうですね。コソコソしやがって。金し、それはこちらのセリフです。しかし素晴らしい商品を提供してくれたことに、そろそろ銀行経営は大変でね。迷惑な客は生意気なガキ一人消えるだけで、あっちの世界じゃいい見せしめになる。やめて。消すのは商品以外だ。姉さんは美人だからな。俺の奴隷にしてやろう。飽きたら売ればいいし。あはは、かわいそうな妹がこんなバカじゃなけりゃ出世できたのにね。お姉ちゃんは関係ないじゃない。なら明日から客を取れよ。我慢して言いなりになってればいい。
お前なら300万くらいすぐに稼げるよ。その頃はお前の人生も何もかもめちゃくちゃになってるけどな。さっきからうぜんだよこの成金が。え、戦う覚悟はできましたか。いいわ、来て。それなら速やかに契約に移りましょう。我は何時、何時は我。せっかく見つけたあなたの正義、どうかも見失わないで。今日は偽りの自分からの卒業記念日です。なんだ、ペルソナ。いや、あれバイクだろ。伝わってくる。これが私。すごい、なんだありゃ。あんなの初めてだぜ。ギャラ泥棒は処刑ですよ。もう絶対に弱音なんて吐かない。飛ばすだけ飛ばすから。いいよねヨハンナ。普段おとなしいからって調子に乗るな。もう猫かぶるのやめたの。行くよヨハンナ。敵が動揺してるぞ。蹴散らして隙を作ってくれ。ベルトラかけろヨハンナ。次こそはやってやろうか。くらえ。ジョーカーさん、カジロー。オッケー、切れたから。みんな、体力に気をつけてな。これで。はい。パサ、しっかりするんだ。ペルソナ。分かったんだ。目的は達してる。どうやって出んの。出口は一つでしょ。あ、世紀末覇者先輩、チーズ。叩かれたいの。先行くからつい。
すげ。よし、行ける。乗れ。あくまでも敵対するか。よかろう。なら現実に逃げ場はない。ここのシステムを突破すること、お前たちに明るい未来は万に一つも。すげえのが出たな。合気道とかそんなもんじゃねえ、超武闘派じゃねえか。怒らせないようにしよう。腕とか持ってかれそう。やりかねんオーラはある。やめて。ここ何年かで一番疲れた。だけど結構良かった。追いかけてた怪盗団に自分がなっちゃうなんてね。お姉ちゃんが知ったら失神しちゃうかも。姉というと？特捜部の検事なの。いや、それまずくね？大丈夫よ。あんな世界のこと現実の捜査でわかるはずない。まあこうなる運命だった。どういう意味？私はお姉ちゃんみたいにはなれない。いつか分かり合えない時が来る、そんな気がしてた。必死で働くお姉ちゃんには感謝してるけど、ペルソナの声を聞いて本音がはっきり分かった。根っからの真面目じゃないみたいだな。大人の言いなりになってただけ。彼女参謀にいいんじゃないか。頭は切れるし。どういいんじゃね。ちょうどそういうの欲しかったし。役に立てることがあるのなら。男ばっかでむさ苦しかったし、私的にもこれでかなり。金城からよ。最速パレスの出来事はこっちの金城にはわからないのね。ああ、だがこっちの金城の認知が変わればパレスは影響を受けるぜ。余計な接触は避けた方が良さそうね。あと3週間。それにあのセキュリティだ。でも成功すれば絶対いいよね。叩き潰してやるわよ。私を怒らせたこと必ず後悔させてやる。とにかく明日から作戦開始だ。いつも通り。まずはおた、さすがに慣れてきたな。集合の連絡待ってるわ。この前まで反目してた仲だもんな。だがリュウジの言う通りだ。
頼んだぞ。説明しよう。バイク型のペルソナ、ほら我が輩も車になれちゃうし、なんていうか親近感。いや我が輩は人間だから。まあバイクも悪くないが、大勢は運べねえからな。やっぱ我が輩は特別。運ぶ、いや連れて行く。今一瞬あっ、ダメだ、何も思い出せねえ。まあ分かんねえもんは仕方ねえか。今は金城に集中しなきゃな。誠はお前らと違ってクレバーだし。それにしてもお前持ってるよな。我が輩も怠けてられんな。よし。そうだ、金城片付いたらメメントスの相談もしちゃおう。誠の図、もしも。ユウスケに続いて誠、何か理由が。まさかな。ごめんね、呼び出したりして。それはいいんだけど、生徒会室に呼び出されるのって新鮮。結構緊張するものなのね。私もちょっと緊張してるかな。あのね、私謝りたくて、今までいろいろごめんなさい。何のこと？鴨志田の体罰とかセクハラとか、それ謝りたかったの。高巻さん、後になって潮が助けを求めてたのに気づいて、自分がバカすぎて自分のせいにしたくなくて。あ、だからねえ、顔を上げて。私たち似てるんじゃないかな。え、鈴井さんや金城の被害に遭ってる生徒でも、私は先生たちに言われた通りやってる。そうやって自分に言い聞かせてた。誰かのせいにしないと自分に価値がないって認めるようで怖かった。だから必要以上に高巻さんたちにきつく当たったと思う。
ごめんね。そっか。じゃあ、おあいこ？おあいこって…そうだね。じゃあ、この件は終わり。で、いい？うん。あ、それとね、価値、なくなんかないよ。ちょっと無謀ではあったけど、結果として金城のパレス見つけられたし、改心させられる力だって手に入れたでしょ。高巻さんらしい。鈴井さんのことであなたに怒られた時、高巻さんいつも正面から言ってくれる。私結構鈍いみたい。あんって呼んでもいい？じゃあ私もまこと照れるな。あ、ねえ、甘いものでも食べて帰らない？じゃあ私おすすめある。セントラル街のクレープ屋さん、森がすごいんだよ。じゃあ半分こする？一個ずつ買って半分こずつで。はいはい、じゃあ放課後行きましょう。なんだよ。
そうか。ありがたく思え。まあいいだろう。ありがたく思え。まあいいだろう。ああよし、どれにすんだ。すごく暑いね。あのね、さて、
まあ。気をつけてね。Searching all along, confessing while I know and on, without a clue, without a sign, without grasping it, the real question to be asked, where have I been? I'm a sharpshooter at post masquerade, hiding both.立場が変われば見えるものも変わる。こいつも認知の変化だな。とにかく金城を改心させなきゃまずい。Don't take off my mask, my place to hide.